ソル・キャンベルこと、スルジール・ジェレマイア・キャンベルは、イギリス・ロンドン出身の元サッカー選手、サッカー指導者、元イングランド代表、現役時代のポジションは DF、両親はジャマイカからの移民である、イングランド代表チームのバックラインを支えたディフェンダー、一時期は代表でキャプテンを務めたこともある。キャンベルは、ストラトフォードで、ジャマイカ人の両親、鉄道従業員の父シュエルと、 フォード公園の母ビルヘルミーネの間に12人、兄弟、姉妹の末っ子として生まれた、ストラトフォードのポートウェイプライマリ学校に通った、トッテナム時代トッテナムと契約した当初は、ストライカーだった。トップチームデビューは1992年12月のチェルシー戦である。後に CB にコンバートされ、以降長年にわたり DF ラインを支えた。 アーセナル時代2001年に加入、ダービーマッチ相手となるライバルチームへの移籍であるため両チームサポーターからは賛否両論が起こった。さらに当時キャプテンであったことや移籍金さえ残さなかったことがトッテナムサポーターの怒りを呼び、重出すと非難された。2005年に不調の時期があったが2006年に入ってからは本来の調子を取り戻し、 チャンピオンズリーグ決勝の FC バルセロナ戦では先制点を挙げたがチームは準優勝に終わった。シーズン終了後に契約満了でアーセナルを退団した。ポーツマス時代2006年8月8日に完全移籍した。ポーツマスではレギュラーのセンターバックを務めポーツマス躍進の原動力となった。2008年には FA カップを制覇した。また、 キャプテンにも任命された。ノッツカウンティ時代2009年8月25日、フットボールリーグ2のノッツカウンティに移籍した。しかし、クラブ側の強化戦略などに不満を抱き、9月24日に契約を吐き、5年契約を結んでいたが、わずか29日間での対談となった。アーセナル復帰、ノッツカウンティ対談後は、 フルスアーセナルの練習に参加することを許可され、調整を続けた。監督のアーセンベンゲルは当初は、キャンベルと契約を結ぶつもりはないとしていたが、練習態度などが評価され2010年1月12日に、正式に復帰した。シーズン終了後、契約満了により、アーセナルを退団。ニューカッスルユナイテッド時代2010年7月28日、ニューカッスルへ移籍することが発表された。 しかし、ニューカッスルでは、出場機会に恵まれず、シーズン終了後に退団した。2012年5月2日に現役を引退した。1996年5月18日の、ハンガリー戦で代表デビューを果たした。その後、1998年のフランス W 杯では、守備のよをになった。2002年の日韓 W 杯、2004年のユーロ2004にも出場した。 W. ハイドイツ大会では、ジョン・テリー、リオ・ハー・ディナンドの控えに甘んじ、出場機会は、スウェーデン戦での交代出場による一試合のみに、とどまった。2018年11月27日、マクルズ・フィールド・タウン FC の監督に就任した。2019年8月15日、監督を退任した。2019年10月22日、 サウスエンドユナイテッド FC の監督に就任した。イングランドプレイヤーズ、ソル・キャンベル。 イングランドフットボールオンライン。h t t p w w w e n g l a n d f o t b a l l o n l i n e c o m t e a m p l y r s p i o s p e r s c p i o c m p b e l s j h t m l h a t ソル・キャンベル、オン・ハウ・ヒ・イズ・スティル・エ・ジュー・ダス、17、イヤー・ツ・アフター・ディッチング・スパーズ・フォー・アーセナル。ザ・サン、2021年5月7日閲覧。キャンベル約束を守らなかった、ノッツカウンティオ対談。FP2009 年9月28日。ソル・キャンベルが、アーセナル・復帰ゴールド・トコム2010年1月13日。ソル・キャンベルは、入滑するへ。 アーセナル公式サイト2010年7月29日、元イングランド代表のキャンベルが引退ゴールドットコム2012年5月3日、元アーセナルのソルキャンベル氏が A4 部で監督に就任。超ワールドサッカー。2021年5月7日閲覧。元アーセナルのキャンベル氏、マクルズフィールドタウン指揮官を退任。超ワールドサッカー。2021年5月7日閲覧。 元アーセナルのキャンベル氏、イングランド産部で監督就任。超ワールドサッカー。2021年5月7日閲覧。ありがとうございます。